皆さんこんにちは。企業情報の集め方ガイダンスパート2です。この動画ではビジネス雑誌について説明します。パート2、ビジネス雑誌に挑戦しよう。ビジネス雑誌の特徴です。経済や業界の動向をテーマに沿って深く掘り下げてまとめている。テーマの全体像がつかみやすい。グラフなど視覚的な情報が充実している。情報の新鮮さ、簡潔さを特徴としている新聞と比べると対照的です。業界初心者こそビジネス雑誌を読んでみてください。付属図書館にあるビジネス雑誌を紹介します。週刊ダイヤモンド、日経ビジネス、週刊エコノミスト、週刊東洋経済など、一見読むのが難しそうに思われるかもしれませんが、興味のある記事から読んでいくといいので、ぜひ手に取ってみてください。日経ウーマン。働いている若い世代の女の人が興味のあることを取り上げています。これらの雑誌は、1階雑誌コーナーにあります。最新号は貸し出しとコピーはできませんので、館内で利用してください。バックナンバーは1週間貸し出しができます。また必要な部分だけコピーすることもできます。昨年以前のものは2階雑誌コーナーにあります。ジャパンナレッジで週刊エコノミストを読もう。付属図書館が契約しているデータベース、ジャパンナレッジで、週刊エコノミストを読むことができます。早速、利用方法を説明します。付属図書館オーパックの中央付近、データベースの欄の、辞書、百科事典等を調べるをクリックします。ジャパンナレッジリブをクリックします。上部にある本棚をクリックします。週刊エコノミストをクリックします。2年分閲覧することができます。表紙一覧が出てくるので、読みたい号の表紙をクリックします。読みたい記事のタイトルをクリックします。右下にある記事本文 PDF をクリックすると、雑誌の紙面の PDF を見ることができます。記事の印刷や保存、ダウンロードも可能です。検索したい場合は、右上の詳細検索をクリックしてください。こちらが詳細検索画面です。この画面では、検索条件を3つまで設定できます。記事タイトルか、記事全文の検索が選択できます。また、検索する号を選択できます。自分の読みたい記事を探すのに便利なので、ぜひ使ってみてください。スマホで見られるビジネス情報。スマホで見られるビジネス情報を紹介します。まず、日経ビジネス電子版です。特徴は、無料記事が多い。注目度の高い記事が見つけやすい。キーワードで記事検索ができることです。有料会員になると、鍵付きの記事も全部読めるようになります。無料会員は途中までしか読めませんが、途中まででも結構な文章量を読むことができます。帝国データバンクのサイトでは、業界動向を見ることができます。確かな情報とデータに基づく景気や業界の見通しを分析とともに紹介しています。こちらは業界天気図です。各業界分野の展望を7段階の天気図を用いて表現しています。パッと見ただけでどの業界の見通しが明るいか、あるいは暗いかがわかります。ビジネス雑誌に挑戦して、経済や業界のことを知ろう。